い、お待たせいたしました。 V スポ夏のバロランド大合戦プレゼンテッドバイガレリア、よいしょ、やってきましたね。はい、やってまいりました、はい、間違いなく V スポ1の知識ですからね。そうですね。うわー、マジか。ジャンプピークしっかり捉えました。フルミノはファーストブラッド獲得です。さあ、シャワーをドライで上がっていくところに対して、これはタイミング悪い。どうもうまく対応した。おー、うまい、うまそこ当てれますか。ウルトの準備してますね。担当のところですが、ジャッジの支援入れる。素晴らしい。この距離はジャッジの距離だ。しっかり通気路を取って、しかも接近に対してはオービタルストライクからさらに、おお、無視して、さらに4人抜き。え、これは S なのか。やばい、これ S30? いいよ、S 取ってきて、S 取ってきていいよ。やばい、無理。うわー、ナイス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 、ラウンド取れたらいいんだよ、ナイス。ラウンド取ったら強いから、ナイス。プラディクション、うわうわ、あと一発、あと30秒、ここは無理をしないか。少しはみ出ていた。なんで部破壊されます。おっと、取れない。スパイクを取って逃げた。取った取った。無理じゃ、待って、無理じゃ、待って、レンチャンがいる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 、いい位置、ナイス、やったやった、いい位置通りです。ここで B 展開。しかし見てください、 B には展開の可能性も考えてしっかりと残っております。さあ、ほどだが、しっかり当てていく。クルミノはこの車線を抑えているとなると時間もないので展開はできません。勝負するしかありません。可能だ。うお、外しません。おブリックで避けるより入ってきた。そうかも、捉えた。あ、でも正解が来た、スローブ来た、ナイス、ナイス、強すぎ、ナイス、ナイス、強すぎ、ナイス、ナイス、おい、強すぎだろ。勝負どうなるか、この勝負どうなるか、まだ肩が見えない。あ、ただ置いてる位置的には雷切って左を置いてるので、どこまで顔を出すか。いやー、もどかしい、もどかしいね、この勝負。さあ、これがあの完全に今見えてたのが、そう、今ね、あの、はい、完全視点だと相手の位置見えるんですけども、実際には本人視点だと見えていません。これどっちが先に動くんだ。しかもか、あ、ただこれ今のヒラノが裏を取ってることによって、もしかしたら意識がそっちにそれるタイミングがあるかもしれません。こればっかりはさすがに置いてる。ただこれ置いてる位置的に、うわー、そうですね、うん、 B でキャリアダウン、バイクはここだ。 B がカバーキルを投じました。ここでもショットが出てきた。おっと、ここはカガスミレが対応、設置は通しました。うわー、おー、いいタイミング。今の反応速度、アルティメットを無駄打ちさせることに成功。人数状況、ツオンスリーリテイクする可能性は十分にあります。お、ここでも疲労を取った。ラストワン、最後シャワーにいるのはバレております。リザレクション会場入りました。うわー、そこも当てていく。今日の雷キピ絶好調です。起こせるかな、もう2つは、ま、まだいるよ、まだいるよ、エマちゃん取れれば、取れれば、ショートいるかも、待って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 、設置いるかも、それランプいる、ナイス、起こしていい、起こしていい、シャワーとシャワーとシャワー見とくから解除してもいいよ。ナイス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 、はい、ナイス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 、雷キピが返してもらいますが、斎藤がどう耐えられるか。カナスナがキルを取っていく。しかし斎藤がすでに入っている。これ上からさらにキル、すかさず設置、いや設置を通してフォーン2、圧倒的有利状況。うわー、ここオペレーターでの勝負、しかし勝ったな、クルミノは。ラストどうするか。うわっ、うまっ、めっちゃの、ナイス、やったー、イエーイ、やったー、イエーイ、イエーイ、いや、ごめん、私めっちゃうんこだったんだけど、みんなナイス。第2試合行く前に、先ほどの試合で予想を行ったデコポコフレンズの予想結果、はい、そうですね、照らし合わせて見てまいりましょう。こちらとなっております。あー、結構惜しい、というか、え、すごくない、すごいっす、キル数、キル数あってて、来たり、エースもあってて、勝利もあってて、え、やば、あとちょっとで、いや、もうあとちょっとで完璧ですよ、これこれ点数だいぶ稼いだんじゃないですか、デコボコで。確かに、できるか、
いや惜しくも弾が当たらない。しかもなんだこれは逃げようとしてるのか。あ武器をのんきに拾っていた。タイミングを狙っていた。おー削り切った。3人抜き。しかし解除する時間はありません。いやいい、走ってサイトなんかこれは足音聞かれています。スローで飛び出したところもう一人、しかし後ろの雷キピを仕留めました。スパイク落ちちゃいましたね。スパイクドロップも確認、ゆっくりと拾いに行かなければいけないタイミング。ジャンプショット。これ武器取りくらいな。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。おブレードストームを発動していた立花ひなのがまずファーストブラッド獲得。ポイントと合わせてサイト中入ってアップドラフトでサイトの上に取っていく。早い。サイト中完全に制圧することに成功。いやただ立花ひなは止まれないか。スモークの中入って準備完了。アップドラフト、おそこも勝っていく。ただ接地下に入ったところにアスビセラは何度入っている。ここからとと取り残されてしまった。ドンピディ、ドンピディ、ドンピディ、これはスモークを炊きながら相手が抜けてきたのか。うまく確認する。なんだ今の、なんだ今の。ただ素晴らしいワンピックは見せてくれました。いいアピールでしたね。取り返し、ヌルコマンド発動。これで一定時間アビリティを使うことは一切できなくなりました。これを見て裏に飛んだ役割、対策バッチリ。恐怖を見せてる。なんだこの人は。IQ が高すぎて私実況しながら怖いです。僕も怖いです。しかも設置位置がヘブンから見れるところなので無理にヤクモビに顔を出す必要がありません。ここでショートから一ノ瀬ウルファ飛び出して、こっちが上がっておりますサラブト。うわー素晴らしいフリック。3人目持っていった。してない、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 してない。あとロング、ロングでいいよ。ホウンとで猫たつなも位置がバレたところ急いで篠宮ルナがカバーに向かいます。しかしサイトナがもう入っている。うまい。うおお抑えていく。シェリフでどこまで持っていけるか。もう一回ブリンクが上がりましたがその前に仕留めていった。ただサイトナが走り打ち入っていきました。リテイクを止める UGDP はなくなりました。このタイミングをどういう風にリテイクを抑えていくのか。フラッシュからのエントリーはすれ違った。いや気づいた。お見せてやる。おーそう、近距離も関係なく当てていきますね。このアツナ、さあ位置が分かっているカカスミレ、うまくそこを仕留めていきたいところですが、位置が分かっていない。早い。ナイス、スミレクラーチ。危ない。ナイス。メインからストライギレンの射線が取ります。ワンワン落ち着いてますね今。さあここからトト位置は分かっています。マニア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 。いやいける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 。絶対いける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 。ギリギリいける。バグれバグれ。ナイス。ナイス。の落ち着いてるんだから。頭の中どうなってんの？ちょ覗くタイミング合わせていく。全員サイド中に。ほら構え。あでもいいラスト取れてる。走る字。おお。さあワンオンツ。うおいい、早い。ワンワン、うまい。うまいね。うまいね。先耳ワンオンツ。ここで位置がバレた。いいですね、いい引きですねこれ。あうまく下がって時間稼ぎをする構えです。残り1。あっ、アルティメットがあります。ただこの後どうするか。あ、おっと当たってしまっていた。インセンディアリー撃つの間に合ったが、それ多分ずれてるぞ。
いや、ずれてるようでずれてない。うまいこと入れない。いい時間稼ぎ、見事な時間稼ぎです。アビリティをふんだんに使った戸崎凛に苦しいチーム救いました。さあ、と安全にエリアコントロールしながらスローで上がって、なんか前半も見たような。5人で行ってますね。さあ、みんなでピクニック、今日はどこに行こうかな。 A ショート。お弁当は、まあ、スパイクなら持ってるけど、あそこ見てますよ。おっと外してしまった。さあ5人、これまずいんじゃないか。あ、でもしっかり止めることができる。いい、しかもアフターショックで足止めもできてる。これがかがし前の連携です。でも止まれない。でも勝負しちゃうんですか、かすみるは。そうですね、予想ではエースが出るんじゃないかというのもあります。ここでロックラン来ました。ロックランを置いて、あと30秒。ただヘブンで見てます。おっと、ただほら本命は B だ。ただ見てください、これ B 側のカメラ。おー素晴らしい。いや、これこの位置、ここ倒された瞬間に帰ってこられますよ。おー素晴らしい。なんとか粘った。これでかいですよ。さあ間に合うか、カバーに、カバーに。ただポジション結構きついですね。そうですね、いい目。ここは当ててロアガン使ってますか。おい、いいブリンク。あ、なんとかカバーするために中に合流しましたね。はい、今持てています。ただスモークはそろそろ開けるタイミングでしょう。さあ落ち着いて足並みを揃えて取り返しに向かう大先輩。2対4の人数状況、パラノイアを返した。もうユーティリティありません。あとは力で抑えるしかない。うわ、抑えた。ワンワン、一は分かっている。いろんなタイミング。うめえな。人数差がある中3人持っていったデコボコフレンズも素晴らしかった。そうですね、もうだいぶ寄られてますね。おー、見事に5位に2人目。さらにヘブンからカガナズナのカバーが入りました。うおー、それもちゃんと当てる。はい、全員アルティメットが上がってる状態。あ、抑える、素晴らしい。いけ、すべれ、ハグキいけ、いや、いかないよ、フラッシュ入れてもいかない、フラッシュ入れてもいかない、フラッシュ入れてもいかない、いかないか、フラッシュ手堅いね。今フラッシュ飛んでっちゃいました。うん、飛んでっちゃいましたね。どっか難しいですね。ただ難しいですね、あの細かいところをフラッシュ当てるの難しいんで、まあ、ここまで出てくるミノア。おお、すごい、落ち着いた絵もこういった局面でも見せていく篠宮ルナ。2キル取って設置完了。めっちゃ綺麗でしたね今の M。 うわー、入っています。うわー、4人目、あー5人目はいかない。おっ、おっといった、これは。あー、ただスタン状態とはいえ弾は打てますからね。そうですね、うん、5人も集まれば。おっと、これ早すぎる。サイドホールがなんとか当てましたが、カガナズナが狙われる。グーンとはクラウラーも食らっていて、これはリテイクも難しい状況です。シャッター閉まっている。このタイミングでシャッターを開けていくが、もちろん外でないに行くでしょう。時間量、バスチに対してロックダウンを返していきますが、ヘブンを取りに行った猫たちだ。エリアの拾い方が早い。先耳を仕留めていて、ここでさあそれでもする。うわ、なんなら壊してパーフェクト。後ろ来てる、マジにこう、カラボハンの下。パスよこれ、パスよパス。ナイス、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 ナイス。さあ、というわけで最終結果発表へと移りましょう。ブリスボン夏のバロラント大合戦プレゼンテッドバイガレリア、優勝はこちらのチームです。私が皿を取り巻きます。おめでとうございます。優勝はこちらのチームです。やったー、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 なんで、なんで意味わかんないけど、なんでなんでよくわかんないけど嬉しい。おい、勝ち女一路ゼルハ、今日今回も導いてくれて、やっぱ上に持ってんだこれ。予想が当たったからだ。はい、篠宮ルナさん、はい、はい、いやー、先輩キラーインイエルの篠宮ルナです。どうもよろしくお願いします。セッテルがあるな。本当に強かったもんな。今日1日は結構ね、タメ口いけそうですね。はい、いや、そうですね、もうこれ勝ったんで、もう今日タメ口ですよろしく。調子乗ってるぞ。実
際にそれをねあのやり取りしてる模様をぜひね配信上で皆さんに見せてあげてください。そうです、ね、あの本配信では多分それ流せないんで流れないと思う多分ね。まあ、それはともかく、そして本当に第2試合ね、まあ、第1試合もいいプレーたくさんあったんですけど、うん、第2試合絶好調だったじゃないですか、どうですか振り返って。いやでもやっぱなんか篠宮だけがキル取れたのは篠宮だけの力じゃないんで本当にチームに感謝です。うん、おーおー結構だ。何急に何急にさっきまでクソガキやったのに